音です。聞こえる声、聞こえますね。はい、ただいまイタリアに旅行中です。今日はローマのスペイン広場からお届けしております。はい、ここはですねローマの休日で見覚えがある方もいらっしゃるかと思うんですが、ちょっとぐるーっと一周してみてもらえると、ぐるーっと一周ね、こういう感じで段差になってます。はい、ありがとうございます。こういう感じで段差になっていて、階段があって、この上が宮殿なのかな、これはになっています。声はどのぐらい届くんだろうね。声が届くという前提のもとにお話をしたいんですけれども、はい、今日はですね、先ほどちょうどご質問をいただきました、どんな縁に入るといいのかっていう、自分に合う縁はどんな縁かっていうご質問にお答えする形で、はい、こちらのスペイン広場から夢チャンネル番外編をお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、こちらの質問は先日の保育士再就職支援講座の中でね、ご参加くださった方からいただいた質問なんですけれども、例えば再就職をしようと思ったとします。で、今保育の現場どうなんだろうってことは気になって、いろいろな講座を受講したり、自分にこう保育園に自分が就職した時のことをイメージをして、家族とね調整をしたり、あるいは自分の人生との折り合いをつけたりっていうことをしたとして、実際に求人票を開いてみると、たくさん保育園が出てくるわけですよね。あるところで聞いたお話によると、例えば乗っているハローワーク以外にも、例えばもしも大学に行って探そうとすると、大学の中でも1700ぐらい求人があるっていうお話も聞いてるんですね。で、そういう中で私自身も保育園の施設長をしてた時に、やっぱり求人票を出しにハローワークに行くんですけども、たくさんの保育園の名前があります。で、その中で自分の保育園とそれ以外の保育園、どうやってその見極めをつけてもらうかって言った時に、やっぱりその本人が自分と合うかどうかっていうところを、やっぱりピンとくるか来ないかっていうところで決めてもらうしかないんですね。で、じゃあどうやってその縁のことを決めるか、実際求人票の中に載ってるところを読むと、子どもを大切にして子どもの自主性に沿ったものとか、割と似たようなことがね書いてあったりします。ですので、どちらかというと縁に合わせるというよりは、ご自身が何を大事にしたいかというところを掘り下げていくことをお勧めします。例えばその方がなぜ保育園に再就職をしようと思ったのか、もしも他の企業でお勤めになっていて、一旦やはり子どもの世界で向き合いたいと思ったとします。で、その時に思い描いた園のイメージっていうのはどういうイメージなのか、例えば子どもが自由に遊べている環境の中でとか、広々とした園庭があってとか、先生たちが笑顔でそこで過ごしていてとか、子どもと一緒に笑い合っている自分がいてとか、いろんなイメージがあると思うんですね。そしたらそのイメージを実現できる園を選ぶ方がいいんですね。例えば子どもが伸び伸びとしている園がいいっていうふうに思いながらも、例えば時給を見た時に、お給料はこっちの方が高いよね、高い園でいっぱいいっぱいこう探してね、お仕事をこう見つけていこうとした時に、選んでいった園が園庭がない園だったり、例えばこう伸び伸びと遊んでるってイメージとちょっと違うような教育的なことを大事にする園だったりする場合があります。で、そうするとその人の価値観、大事にしているイメージや価値観と実際に選ぶ園との間にギャップが出てくるので、それ勤めた後になんか思ってたのとちょっと違うなっていうことになってきて、結果的に続けるのが苦しくなってしまって離職してしまうっていうこともあるんですね。ですのでご自身が大事にしている価値観や働いている自分のイメージを言葉にして出し、棚卸しをしてみるということをお勧めしています。はい、でこの時に自分一人でもしも考えるのが難しいようであれば、保育士、保育所支援センターやそういったハローワークの窓口などで、こういう縁がいいんですっていうことでお話をして、
その上でその窓口の人に、あ、だったらこういう園がいいですよっていうふうに教えてもらってね、いくつか挙げてもらった保育園の中からできれば3つくらいは実際に見学に行ってその園の様子を見せてもらうことがおすすめなんです。というのもやっぱり求人票を見てるだけ、あるいは採用の担当の人と電話で話したり、あと今は保育所のそういういろんな就職のイベントがあったりしますけれども、就職の担当者さんのお話とやっぱり聞いてイメージをしている現場の園のイメージっていうのが少し違ってくることがあるんですね。でも実際に働くのは誰と一緒に働くのか、どんなところで働くのかっていうと、採用する担当者と働くわけではなくて現場の先生たちと一緒にその園の中で働くわけですよね。そうなった時に自分が見学に行った時にここで働いてるイメージが持てる園、あ、ここなら自分が楽しく仕事ができそうだ、ここなら例えば覚えていくまでの過程の中では最初はねちょっと苦労もするかもしれませんけども、慣れた後には自分を発揮していくことができるだろうというようなことがイメージができるような園を探して就職を決めていった方がいいと思います。はい、ということで自分に合う縁はどうやって見つけるのかというところなんですけれども、まずは自分が大事にしていることを棚卸しする、はい、で例えばこの時に私はお給料が高ければ特に保育の質は問いませんという人も中にはいます。人間関係が悪くてもお給料が高ければ全然構いませんという方もいます。そうであればお給料の高い縁選んでもいいと思います。ただちょっとご注意いただきたいのは、最初のお給料の設定が高い園、それはもしかすると他との差別化のために一時的に今の入り口のお給料を高くしているけれども、その後年々上がっていくその昇給がほとんどない園というのもあります。ですのでその辺はご注意いただいた上でご自身の大事にしたい価値観と園が提案してくれるその環境っていうところの折り合いをつけていく。で、全てがパーフェクトに自分に合う縁、理想の縁っていうのは多分なかなか見つかりにくいと思います。で、理想の縁はどちらかというと自分で見つけて自分が一緒に作っていく、そんなイメージでいていただくといいかなというふうに思います。はい、今日は自分に合う縁はどういうふうに見つけていくのかというところでお話をしてみました。参考になれば幸いです。どうもありがとうございました。松原美里でした。全員広場より愛を込めて。